どうも、ウェダックスです。本日は、初心者向けのパーツ選びを紹介したいと思います。実際にパソコンを1台作るんですけども、その時にパソコンのパーツをどうやって選んでいくのかっていうのを紹介したいと思います。で、今回ですね、えー、と、知り合いの知り合いの方に、またパソコンの自作の依頼を受けまして、で、パソコンを作ることになったんですけども、まあ、自作ってね、基本的に自分のため以外にする ことととにメリットはほとんどないと思ってますで人のためにするんなら本当に親しい人間かあの距離の近い人間なんかあった時にねもうすぐに行けるようなところやったら構わないんですけども、まあ、仕事にしてもそうなんですけどパソコンを自作してもらえる報酬なんてたかが5000円とか1万円とかでまあ2万円とか出すともうお店に作ってもらった方がいいよっていう話になっちゃうのでで保証の関係とかもあるでしょ だから、10台作って、10台売れて、10万円の利益があったとしても、1台のトラブルでもう全部パーです。なぜかといえば、やっぱり時間が取られてしまうし、で、パーツが故障した場合、交換品を用意しないといけないし、で、足を運ばないといけないしって考えたら、自分の時給、自分の動く時間を時給に換算すればわかると思うんですけども、絶対赤字になります。なので、 基本的に自作だけで仕事にしようと思ったりとかあ,のあとは人が作った自作パソコンをねわざわざネットで買うっていうのもどうかなと思いますトラブった時に本当に対応してくれるという保証を得た上でそれをやってくださいただ個人でやられてる方ってトラブった場合っていうのは間違いなく相手にとっては負担でしかないのでいい対応をしてくれるかどうかわからないじゃないですかもちろん何回か取引してて、 その人はすごい信頼できると思っているんなら構わないかもしれないんですけどね。はい。でも私は結局、知人からの依頼、もしくは、えっと、仕事っていうか会社レベル、B2B レベルの仕事しか基本的には受けないようにしてますが、あとは知人ですね。本当に親しくしている人間からの自作以外は受けないようにしています。はい。で、今回なんですけど、とりあえず初めてパソコンを使わる 買われる方ということで,でパーツ選ぶ時に何から選ぶかなんですが私は間違いなく CPU からですでえー、っと安い CPU 特に初心者さんなら安くて使える CPU を探しますまあイン,テルなインテルならセレロン AMD ならアスロンということになるんですけどちょっとインテルの方はちょっと在庫関係もありましてちょっとセレロンいいのが最近ないので AMD の今アスロンですね にしたいと思います。で、アスロンの方も基本的に 3000G しか今のところ多分在庫はないと思いますので、この 3000G カートに入れる。7000円ですね。カートに入れる。で、CPU が決まったら、えっ、ー、と、次に何を選ぶか。マザーボードですね。で、マザーボードはですね、えっ、ー、と、安心できるマザーにしたいですよね。で、 えっと、これやったら、ソケット AM4 ですね。AMD。で、えっと、アスロックが個人的には一番選びやすいかなという気はします。で、今回ですね、マイクロ ATX のケースで作ろうと思っておりますので、マイクロ ATX 対応のマザー。そして、アスロに対応しているマザー。 です、安心して買えるのがですね、個人的には B450 かなと思います。で、もう安い順に並べてしまって、ほんなら多分 B450 が上に上がってくるんですね。A520 とかも出てますね。これバイオスターの A520 めちゃめちゃ安いですね。新しめの CPU に対応していて6000以下という、めちゃめちゃ安いですけども、 これはとりあえずスルーして、アスロンは B450、バイオスターの B450 もいいんですけども、えー、っと、一番ね、定評のあるシリーズっていうのがあって、個人的にはアスロックの B450、そしてプロ4ですね。このプロ4シリーズっていうのは結構世に出ているレビューの数も見てもらえればわかるんですけども、まあ、上のエイスースの TUF シリーズ、タフシリーズも いいかなとは思うんですが、今回は、えっ、ー、と、アスロック B450M Pro 4こちらにしたいと思います。カートに入れる。はい。で、えっ、ー、と、次に何を選ぶか。次は私は大体メモリーですね。メモリー。で、メモリーなんですけど、DDR4 デスク用ですね。 えっと、容量重視ですね。今回の場合は、えっ、ー、と、人に作るので、しかもちょっと距離があるので、トラブりたくないんですね。で、トラブりたくない時にどうするかっていうことなんですけど、容量は16ギガ。あのー、8ギガでも十分だっていう話は結構あるんですけど、個人的にはやっぱ16ギガないと、ちょっと不安かなということで。で、安い順に今並べましたけど、 で、これは容量は選べへんのかなえっ、ー、と、最近スマホで選ぶことが多いんで、なかなか、このブラウザからはめんどくさいんですけど、で、まあ、1枚だと8ギガが多いんですけど、16ギガ1枚にしたいなと。で、一番安いのがこれですね。CFD。16ギガバイト。1枚ですね。で、えっ、ー、と、この1枚にしときたいんですよ。なんで1枚にしときたいかっていうと、 あの最近メモリーのトラブル本当多くて抜き差しすればまあ大体治るんですけどもメモリーのその辺の原因でブルースクリーンが結構多発することがありましてでブルースクリーンになったらメモリーの抜き差しをすると治るっていう案件が懸案が多いんですねだからえっ、ー、とその辺のことも考えて16ギガ1枚でまあデュアルチャンネルで動かないじゃないかっていう話もあるんですけど メモリーがデュアルで動いてるかどうかなんてゲームやってる人にしか分からない。あの普段使っててメモリーがデュアルに動いてるかどうかなんてほとんど気にならないので特に初めてパソコンを使う人にとってはメモリーは1枚でも全然 OK かなと思います。はい。で CPU、マザーボード、メモリー解きました。でグラフィックはもうアスロンにチップ内蔵されてますのでそのまま使いますね。そしたら次はインストールメディア、SSD ですね。 で SSD なんですけど基本的に M.2 NVMe SSD これを選ぶようにしてますで OS をインストールするためのメディアですねでこの辺はもう最近はもう NVMe にしといた方がいい発熱の問題があると言われてますけどもそれでも NVMe の方がいいなぜかというとマザーボードの方がその M.2 は接続を対応しなくなくってきてきおりま,すまあ、うん、SATA でも、全然私は SATA 派なんですけど、そんなに体感変わらないので、SATA の方がいいと思ってはいるんですけど、まあ、将来的なこととか、あの、マザーボードの対応のことを考えると変にトラブりたくないので、それやったら、素直に NVMe 接続の2ロぐらいで、OS をインストールするだけを考えたら、まあ、2頃あれば十分かなと。 思います。はい。で、今ですね、OS をインストールためのメディアですね、を選びました。で、今回ですね、ハードディスクが予備でデータ置き場所として1テラ欲しいよという話がありまして、えー、と、それやったら私はもう、東芝ですね。ハードディスクはもう最近はもう東芝しか買わないかな。1テラでなんと3437円。これです。評価も136、星5。 素晴らしいですね。こちらを選びたいと思います。はい。これでだいたいね、パソコンを作る上で必要なパーツっていうのは揃いました。で、プラス、ケースですね。ケース。と、電源ですね。で、まあ、ケースはね、もう、私は何でもいい派です。安ければいい。っていうか、ケースなくてもいい。ここに私の今使っているパソコンあるんですけど、ちょっと見えないか。 ケース入ってないです。ケースに入れずに使うのが私が一番多いんですね。多分10台ぐらいパソコンありますけど、ケースに入ってるのは多分2台ぐらい。それぐらいケースを使わないんですね、私は。でも、さすがに <laughs>、あの、ケースいらないっていうわけにはいかないので、で、マイクロ ATX でまあまあおすすめできるのがこの H17H18 ですね。あの、黒ガラスっていうのもあるんですけど、 あれ結構最近在庫ないので、黒ガラスもいいと思うんですけど、この H17、H18 いいと思います。中が見たければ H18。どうでもいいなら H17 なんですけど、せっかくなので、ちょっとでもね、かっこよい中身が見えるこの H18 にしたいと思います。はい。で、マルチドライブ。DVD のドライブは、もう相手がいるかどうかなんですけど、もう最近はね、 マルチドライブは使わないことの方が多いでしょ。ネットからほとんどダウンロードする。で、ソフトのインストール時に、あの、マルチドライブいることもありますけど、あの、それぐらいじゃないですか。だから、基本的にマルチドライブは付けたくない。で、トラブルやすいんですね。2000円ぐらいのマルチドライブって開かなくなることが結構あって、そうやな、7、8台買ったら、1台ぐらい、1年ぐらいで出てこなくなる。うん。これ、メーカー問わずなんですね。 昔のあのー、パイオニアとかのドライブだとそんなことはなかったんですけど今パイオニア性はあるんですけど見た目パイオニアなだけで中身は違いますんであのマルチドライブはもう最近は外付けにしといた方がいいかなと思いますはいでこれであとは電源ですね電源なんですけど今回の使うやつやったらもう500ワットあれば 十分なんですね。だから 500W からを選びたいと思います。で、500W からでですね、一番安くて手が出るのがこのクロートシし工の4000円。これかなり魅力的なんですけど、できればモジュラー式にしたい。モジュラー式。で、モジュラー式にしとけば、無駄な配線を1本でも減らせられるので、できれば個人的にはもうモジュラー式の電源が いいいかなと思いますで、今回もこんなクロートし工ですね。のモジュラー式が多分一番安いかな。あコルセアが一番安いですね。コルセアとクロートし工なら個人的にはコルセアなので、コルセアにしとこうかな。コルセアにします。はい。以上ですね。これで、えっ、ー、と、今回、買おうと思うパーツ一式あ これ 8GB2 枚やったんか。ちょっとメモリー間違いですね。16GB1 枚のメモリーが欲しい。もう一回、ちょっと PC パーツから、えっと、メモリーへ行って、DDR4 デスク。えー、っと16、16GB1 枚がいいですね。8GB2 枚のメモリーで 16GB だと、あのー、まあ、ほとんどの方は経験ないと思うんですよ。 ほとんどの人は大丈夫。ほとんどの人は大丈夫なんですけど、あの、私みたいに、あの、結構な台数作ってると、これが結構あるんですね。16ギガ1枚。これも1枚で、まあ一応こっちの方がメモリスピード速いので、こっちにしときます。はい。これ大丈夫かな。はい。えー、16ギガ1枚ですね。メモリー。 以上です。で、今回購入した合計金額が4万5556円とまあまあ結構な金額になりましたね昔はもっと安く作れた3万円ぐらいでこの辺までいけたんですけどまあちょっとマザーとか CPU が最近高いんですよね で、今回ハードディスクも追加で購入しているので、個人的にはメ、あの、CPU マザーは5000円以下。メモリーも5000円以下。で、ケースも5000円以下。電源も5000円以下とかで組むんですよ。安くしたい時はね。まあでも時代の、あれですかね。3万円でパソコン作れる時代ではなくなってきた気はします。で、これプラス OS がかかってくるので、結局5万円超えしちゃう感じですね。はい。 これでもう購入して、えっ、ー、と、このまま購入手続きに進みまして、購入して、で、今、えっ、ー、と、夕方、夕方じゃないな、まだ2時ぐらいなんで、今注文したら、ドスパラさんは5時までに注文すれば、即日発送してくれますので、明日には商品が届きます。ので、明日パソコン自作しようと思いますが、まあ、この自作を動画にするかどうかは、 わかりません。ちょっと、あの、私の都合によりますが、できたら動画にして紹介したいなと思います。はい。どうだったでしょうか。まあ、初めてパソコンを作るならね、まず CPU。自分が出せる予算で買える CPU。まあ、プラスアルファケースとか電源とか、ね、インストールメディアのもあるので、CPU に出せる金額っていうのを最初に出しといて、で、インテルか AMD かを選んで、で、次はマザーですね。 マザーはちゃんと、えっ、ー、と、マザーボードのメーカーでその CPU が対応しているか確認しときさえすればですね、基本的にトラブルはないと思います。今回のこの構成に関しては、かなり一般的というか、多分多くの方が組まれるパターンの一つになると思うので、問題なく動く。まあ、間違いなく大丈夫だと思います。はい。ということで、本日は、えっ、ー、と、パーツ選びから購入ですね。 えっと、もうすぐ注文して、明日にでもパソコンを自作したいと思います。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。